中で見ると平凡な人生なんですけど、その中のこうこのメンバーの中から抜け出すと実はいろいろ大変だったりとかする、人生を歩んでいる 少年というのか青年というのか、役柄なので、等身大でしっかり演じれたらいいなと思っております。皆さんに共感していただける一番ナチュラルな自分で入れたらいいなと思っております。そうですね、見どころっていう見どころは正直あんまりないのがマークのいいところなんじゃないかなと思っておりますいかに普通でいられるかっていうところを意識していてですね、演出助手の方とも本当になんか数ある舞台作品の中でも本当に難しい主役というか、起伏があんまりなく、なんかその中で何を感じて、日常に何を感じて、周りの仲間たちに何を思ってっていう生活を送っているので、まあそういった意味で花村君が今言ったみたいにお客様と一緒に共感できるというか、お客さんなんじゃないかっていうぐらいで舞台上にいるのでそんな感じで見てもらえれば、お客様の気持ちの代わりにここにいるっていう感じで頑張らさせてもらっております。ロジャーはそうですね、ミュージシャンなんですけども、夢に向かって、まあそのミュージシャンとして成功するということを目標に、毎日、ライブ活動をしてた、まあ、途中でその恋人ができたりとかで、その恋人を、まあ、病気の影響で亡くして、そこからちょっと引きこもる感じになっちゃうんですけども、まあ、マークとは一緒に住んでますけども、その中でこう一人でこう殻に閉じこもるような、ちょっと闇を抱えた、深い傷を負ったまあ、青年なんですけど、それでも、まあ、こう耳であったりとか、仲間たちの、パワーでですね、また、心を入れ替えてまた力強く踏み出していくみたいな、そういう、まあ、ちょっと愛情がこうかなり深い役なのかなと思って。その前回の何も知らない感じっていうのを、こう2020年のレンとロジャーを思い出しながら今回の稽古を臨んだときに、なんか一個難しいなっていうのが、やっぱりその僕再演初めてなんですけど、その一回やったものをもう一度やるっていう、また料理をするっていう作業がとってもこう難しいなと思いながらやってるんですけど、それをこうアンディに相談したところ、その悩んでる感じを使えばいいじゃんって言われてすごいハッとさせられて、そこから突き進んで今まで来ました。アンディの新しいその言葉で、ロジャーはこの作品の悪役だって言われてすごい新しい視点だなって思って、ロジャーのためにみんなが頑張ってこうロジャー立ち上がるんだ、今を生きろっていう、なんかそういうレントの中ではとっても重要な役柄なので、なんでしょうね、自分の感情に正直に生きていけたらなと思います。はい、そうですね、今回まあ、3円ということで、ありがた、すごく2回目をやらせていただくって本当に嬉しいっていうかエモいっていうか今風に言うとエモくてなんだろう、前回のこう最後までいけなかったっていう悔しい気持ちをいい感じにぶつけられるんじゃないかなっていうふうに思って、きっとなんだろう、最高な耳ができるんじゃないかななんて思っちゃって、はい、頑張ります。そんな感じ。ミミちゃんは何だろう、今はるちゃんがいっぱい言ってくれたんですけど、要素としては何だ、 SM クラブのダンサーで、薬物中毒で、HIV 陽性とかっていう結構具沢山な感じなんですけどそうです、喜怒哀楽が激しい結構パワフルな女の子で、見どころで言うと、ロジャーとのじれたいじゃない、もどかしい恋愛模様かなと思います。がむしゃらという意味ではなく、自分が本当の意味でマークとしてどういるべきなのかというところを重点に置いて、稽古に励ましていただいたので、よりナチュラルで、かつ、前回よりもトーンが少し下がったかなと思うので、少し大人になった、僕自身が大人になったからこそ、僕が演じるマークが大人になるっていう、スパイスみたいなのが入ってきたらいいなと思っております。前回完走できなかった分、前回のキャストの分までしっかりと走り抜けれたらいいなと思っております。やっぱり大きな違いで言うと、
アンディ、マーカス、アンジェラが日本に来れたっていうところが大きいんではないでしょうかね。なんか本当に稽古を通してみんなで作り上げた空気感といいますか、なんかレントの面白いなって思うところは役者自身の空気感、役者同士の空気感だったりとか、なんか役を背負ってるだけで舞台って成り立つかと思いきや、なんだろう、いろんなことが巻き起こって心配になったり、なんかみんなで頑張ろうってなったり、なんかそういう空気感が本当にレントの素敵なところだなと思うんです。でアンディとかマーカスとかアンジェラがそれを一つにまとめてくれて、できたステージがやっとレントできるなって感じで僕は楽しみなので、なんかそこら辺が20年との違いかなと思っております。シーズンズオブラブが2年前よりもすごい響きます。わかる。なんかなんていうんですかね、この2年で、まあ、たった2年ですけど、まあ、コロナ禍ということもあっていろんなことがあって、よりこの1年1年1日1分1秒っていうのをとってもこう大切に感じるというか、2年前よりも感じるので、あ、大人になったのかなっていう少しはそうですね、まあ、オーディションという形式だったんですけど、個人的にもう絶対落ちたと思ってたんで、まあ、まさかそこ出れるっていう時点でもうかなりちょっと舞い上がってしまいまして、でも本番では自分こそが、ミスターレントだという感じでやってますミスターレントと思います、そうですね、とにかく、必死に必死に、このレントという作品は、まあ、本当に心に来るというか、自分たち自身もやっていてすごくしんどい部分だったりとか辛い部分だったりとか、それをさらけ出して、ステージに臨んでいるので、もしよろしかったらその僕たちから出るパワーみたいな、生きていくパワーみたいなのを劇場で、感じていただいて、明日からの糧だったりとか、また1年後10年後ずっと、自分が生きていく中でそれを糧に生きていってくださったら嬉しいなという思いを込めてステージに上がりたいと思います。ありがとうございました。レントの今回稽古に入って、なんで役者がここまで身を削って、なんて言うんだろう、さらけ出すだけさらけ出して、本当にただ台本に書いてあることだけやって演技すればいいじゃんって普通の舞台だと思うと思うんですけど、レントっていうのはそうはいかなくて、それぞれの生き様だったりとか、本当にここにいるメンバーだけじゃなくて今楽屋で待機してるメンバーも本当になんでそこまでさらけ出さなきゃいけないのっていうところをこのみんなで共有して、頑張ってきたんですね。で、皆さんにもそれを全部話せたらいいんですけど、そんなこともできないので、作品の中でにじみ出る人生観だったり、あ、この人ってこういう人なんだろうなっていうのが本当に出てくる舞台なので、楽しみに見ていただきたいなと思っております。本当にみんな精一杯大変な思いをして楽しんで生きて本当にこの2年間の間の思いだったりとか、まあ、圭太君もその分2年の思いがあるんじゃないかっていうぐらい稽古に持ってきてみんなで戦って作ってきた作品なので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。